今ディエゴのコンボ練習してたら十字キーがちょっとやばいかもしれない。あの2万円だっけ、あの2万円するエッジでも治んないよねこれ。十字キーがいかれたんだけど、この右左右がもうこれ中のゴムが多分切れたな。ふにゃふにゃでも押した感覚がない。こっちはカチカチするんだけど、それで下を押すとなんか斜めがすげえ入りやすくなっちゃう。ここは抜けたら、これ十字キーが壊れるとさ、2万円のコントローラーって意味ないんでしょ。スティックが壊れたらさ交換できるけどさ、ここ行かれたらどっちにしろ交換ってこと。十字キー変えられないよね、2万円出しても。そうこれ良くないね。じゃあ2万円出してもダメなの、どうしよう。十字キーも交換できるようにしてほしいな。ていうかちょっといい、ストロークやってたらストロークのモダン操作で慣れちゃったらなんかすげえジョジョが難しく感じんだけど、コマンドが難しい。これやばいな、これ慣れるとやばいな。